皆さんこんにちは、エルザゲームチャンネルのエルザです。ユビが実装されて数日経ちましたが、実装される前からあるものが壊れてるっていう話が出てましたよね。そうです、模擬宇宙です。ユビの性能が優秀すぎて模擬宇宙が壊れてしまうっていう話が出ていました。そこで今回は模擬宇宙を実際に無凸持ち公演性の読みでぶっ壊していきたいなと思います。で、今回ぶっ壊しに行く模擬宇宙の種類は黄金と機械の難題レベル2ですね。こちらでやっていきたいと思います。まあ、多少のね、敵のステータスアップとかありますが、こちらを蹴散らせれば結構いい感じになるんじゃないかなと思いますね。で、今回使っていく運命に関しては純子で会心ダメージアップを狙っていきます。カンパニー時刻のパッシブを生かして夢の会心2000を目指そうっていうのもありますね。で、サイコレに関しては先ほど言ったようにぶっ壊れ性能のカンパニー時刻を使っていきます。内容としてはこちらですね。いつも通りのやつです。取引エリアを回れるように準備をして挑みたいと思います。それではニセマラをしていきましょう。まあ、予備でぶっ壊すには準備も必要ですからね。ただこのリセマラに関してはかなり楽になるっていうところです。多分この性能がぶっ壊れっていうところですよね。ね、読みの秘技を使えば戦闘時間をなくしてリセマラができるので、かなり時間の短縮ができるようになりました。というかリセマラできるようになっているので、なかなかの仕様かなと思います。考えて作られてるっていうか、このあたりは面白いですよね。リセマラで狙うのはいつものアザラシちゃんこと平和の代価を狙っていきます。この子が出るまでリセマラしちゃいましょう。さあ早速平和の代価が出てきましたね。平和の代価をゲットした後はこの鬼物を狙ってさらに回していきます。まああとはまあこのあたりはね、運にもなりますが早めに出てくれればラッキーというところです。で、虫歯に関しては次元解散で出るのを期待するしかないので、このあたりも運ですね。それでは早速ボスでダメージ見ていきましょう。まず最初のボスですね。さあ必殺技どれくらいになるでしょうか。30万出ましたね。まあ祝福の強化とかそこまでないんで、まあまずまずといったところかなと思います。それでは次元界2で祝福を整えていきましょう。祝福に関してはこのあたりを狙っていきます。虚無は弱点撃が効率アップを必ず取りたいところですね。ルアンがいるならいらないところなんですけど、編成的に組むのが今無理な状況なので欲しいところです。できれば効果抵抗も下がる、こちらも欲しいところですね。少しでもデバフを通すためにはあって損はない祝福かなと思います。北条に関しては HP アップ系を取って耐久面を上げておきます。一撃もらって全滅なんてこともありますからね。さらに回復アップ系で不減の回復効果を上げていきます。弱点撃破で回復も取っておくと安定しやすいですからね。純子は会心の累積を活用したいので積極的に全部取っていきます。レア度2の転生とか会心ダメを強化で200アップまでしてくれるので必ず取っておきたいところです。強化もこっちの会心系は優先して最後に狙いたいものですね。壊滅は HP を失う系を取るようにして攻撃と耐久面アップするようにしています。転移によって攻撃力と防御力アップができるので、これに関する祝福も取っておきましょう。最後に知識です。知識に関しては必殺技に関するものをメインで取っていきます。特にレア度3の全体性貫通アップは強力である程度弱点無視ができます。これは予備の必殺技の性能でもあるので、相乗効果で火力アップにつなげれるっていうのがありますね。今回の読みに関しては必殺技で火力を出していくので、知恵も最終的には回収をしていきたい祝福となります。今回は読み用にこちらの祝福を狙いつつ、可能なら損後で耐久バリを得られるように動いていきます。損後はなんだかんだ耐久面の確保の面で強いので、欠片に余裕があれば取っていきたいってとこですね。それではある程度祝福と器物が揃ったので、ボスでダメージチェックをしてみましょう。今回は雷弱点のあるカカリアを選んでいきます。デバフ解除ができるキャラがいないので、カフカはスルーですね。まず単体にスキルでダメージを見ていきましょう。ここで終わらせる。だいたい15万ぐらいですかね。 HP10% 削れてるので、まあまあというところです。続いて必殺技を見ていきましょう。単体で90万弱オーバーキルできましたね。
まあできればね100万出したいところでしたが、クリアするには問題ない力になってきてるかなと思います。さあこのままねまたダメチャレをしていきたいので、ちょっとずつ削っていきたいなと思います。まあ、ただねかかりやすいね、意外と凍結とかしてしまうと一気に状況が悪くなるんで気をつけたいところではありますね。さあ銀狼でブローニャ削っておきましょうか。ペラも使えたので全体的に防御力ダウンが発生ですね。まあちょっとした準備はできたなというところです。さあ純種も使っておきましょう。さあ読みのターンが来ましたね。それではこの辺りでステータスも見ていきましょう。攻撃力は5311で回心は1437とめちゃくちゃ数値上がってますね。これパッシブ効果かな。ちょっと攻撃力が足りない感じはしますが、全部回心と考えるとかなり強いレベルになったんじゃないかなと思います。しかもこの状況で言うとバフは全部乗せきれていないので、もしかしたら2000%いけるかもしれないですね。ちょっと攻打回数も稼げそうなので、各攻撃の後の数値の変化も見てみましょう。攻撃力は6000ですね。でさすがにダメージは200万出ましたね。ただこれ複数体なので単体でのダメージを見てみたいと思います。さあそれでは単体に対してのダメージなんですけど、まあ準備をしないとねなかなか出せないので、それぞれで削っていきたいなと思います。ちょっとね読みが凍結で順番が遅れてるので、この辺りはじっくり待ちましょう。さあ読みの番回ってきました。これでどれくらい出るかだね。攻撃力は6000弱というところです。回心ダメージがさっきより上がってる感じですね。1600になってます。まあ、200ほど上がってるのでちょっと火力は期待できるかなと思います。ちなみに相手のデバフ状況なんですが、まあ、全体性ダウンがガンガン入ってるところですね。防御ダウンも2つ入ってます。このあたりね結構いいなってところですね。おお200万弱出ましたね。これは強い。これであとは虫歯がゲットできればさらなる火力アップができそうですね。さあここでね一発目で出てくれば一番いいんだけど、まあ、このあたりは運なんで、まあ、見てみましょうか。言ってたら来ましたね虫歯。まあ、ここでしか多分ゲットできないんで今回は取りましょう。ね、1200しかないので購入して1000分というところで240%アップできそうです。さあ最後のボス戦いに行きましょう。今回は干渉レベル9ですね。まあ、ボスは弱点属性はないですがアルジェンチーで行きましょうか。人生削りの問題は出そうですが、多分火力でもう押せるんじゃないかな。でアルジェンティーの場合なんですけど、多分本体を削れるというのもあるんだけど、あの全体でね5体ほど出てきますので、総合的なダメージも取れるのではないかなっていうところです。それでは復元で秘技を使って読みで切っちゃいましょうか。さあやっていきましょう。まあ、最初はジュンスで削って読みでスキル使ってみましょうかね。20万か。まあちょっと硬いのもあるから十分なダメージかなと思います。それでは銀狼の必殺技を入れて防御力デバフから読みの必殺技を決めてみましょう。おお300万超えた。で全体的に 50% ぐらいアルジェンティーのライフ削れているので、2回発動できればあっさり倒せそうなぐらいになってます。ステータスも見てみましょうか。おお回心が1900超えてますね。ここまで来るとおかしいな。ここまで来るととりあえず切っておけばダメージは出るので、致命傷を食らわないようにしていくってところですかね。さあこのままウェーブ2もやっていきましょうかね。まあ、5体増えてきたんで攻撃の順番見ながらやっていきたいと思います。とりあえず読みの必殺技を貯めたいね。さあここで貯まりました。5体揃っているのでもう一度ダメチャレしてみましょうか。攻撃力はまずまずといったところですね。じゃあまずは必殺技をやっていきますか。涙。さあ9層溜まってます。おーすごい、1回で100万出た。
あーダメージの上がり方がやばいね。560万出たね。まあ耐性貫通が結構効いてるせいか、最後のダメージの跳ね上がりもすごかったですね。あとは会心ダメージ 2000% を超えれるように行動を調整してみたいと思います。ダメージはねもう大体出たんで、あとは会心ダメージだね。で、被弾は抑えつつ連続行動ができれば問題ないので、そこを意識しましょう。スキル連発で会心をどんどん持っていきたいと思います。多分これでねだいぶいい感じになるんじゃないかな。まあ行動後のバフがね多分連続で出てるけど、めちゃくちゃ気持ちいいよね。さあ最後のステータスチェックです。おー来たー、 2032% 会心ダメお化けできたね。じゃあダメージ見ていきましょう。おーダメージは500万超え。あーまあまあまあ攻撃力下がっていた分更新はできなかったっていうところかな。でもまあ十分な火力かなっていうところです。模擬宇宙をやってみての結果ですが、無事黄泉で模擬宇宙破壊完了となります。まあ次はね黄泉で何を壊していこうかなというところですが、まあディセマラがねだいぶしやすくなってたので、黄金と機械の攻略自体はめちゃくちゃ楽になったんじゃないかなと思います。まああとは繁殖とかあっちもチャレンジしてみたいですね。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。